どうもこんにちは、ミカスです。皆さん、フィリップスってご存知ですよね。家電メーカーで有名なところといえば、一番有名なのはヒゲ剃りかな、それとも電動歯ブラシ、ソニックケアとか聞いたことあると思うんですけど、まあ家電メーカーの大手さんなんですけど、そのフィリップスさんがですね、モバイル製品に進出してきたんですね。去年から発売開始っていうことで、まだ参入して間もないんですけど、今日はそんなフィリップス製の商品をね、2つご紹介してみようと思います。はい、でまず最初に紹介するのがこちらでございます。これね、まあモバイルというか、まあこれ車用ですね。カー用品、シガーソケットつなげて、シガーソケットをまあ3つに増やすやつ、しかも USB 付き、こんなの出してくるなんて思わなかったですね。早速ね、どんな商品なのかっていうのを細かく見ていこうと思います。なんかね、このフィリップスさんの商品のパッケージ、紫色で統一されてるみたいなんですよね。はい、ではどんな感じなのかな。こういうのってね、意外と残念な商品が多い中、ちゃんとこういうの入ってるんだ。フィリップさんがどうなのかってすごく興味津々なんですけども、行きましょう。こんにちは。出た。まあね、こういう風に入ってるわけです。そして説明書がちゃんと付属してきておりますね。説明書、こういうのってね、こういう立派な別の説明書入ってないパターンも多い中、ちゃんとついてきてますね。さあ、袋に入っておりますけども、お両面テープがついてきております。さあ、袋をパランチャ、あ、いいじゃないですか。あ、いいじゃないですか。まず見ていただきたいのが、このシガーに差し込むところの方なんですけど、これね、まあ、ここに USB がついてるわけですよね。 USB がここさせるんですけど、このスペース、実はここ液晶になってます。電圧が表示されます。はい、でこの商品 12V でも 24V でもどっちでも使えます。でさっき言った USB なんですけど、一応 2.1A で充電ができると。早いタイプですね。で質感というか、まあ、作りはね、綺麗にできてます。まあ、チャッチっていう感じはみじんもございません。どういうところでそれを感じるかっていうと、これね、このシガーの側面の方の曲の方ね、電極の方なんですけど、ここがね、ここの作りがやっぱ違う、しっかりしてるな。ちゃんと作ってあります。こうね、粗悪品、安いやつとかだとここがチャッチくてすぐ緩くなっちゃったりするんですけど、すげえしっかりします。この金属の作りがいいですね。このね、樹脂部分の合わせ目とか見てもね、まあもちろんバリもないんですけど、非常に精度よく作られてますね。隙間とか一切ないです。かっこいい。で、線が太いの分かりますか。線太いんですよ。合計で 120W まで使えるわけです。もう家庭用の電化製品の線みたいに太いです。だからまあ安心して使えると、まあ線が厚つってなるっていうこともないわけですね。そしてこっちですよ、電装品をつなぐところ、作りいいですね。で軽い、まあ3つついてるんですけども、ボタン付きです。ボタンを押し込んであるとこだけ通電するタイプになってますね。このね、もういちいちね、こういうスイッチのこの押した感じ、このクリック感、これがね、なかなか安物では実現できない。すごくね、なんかこう何回も押したくなっちゃう、そんなね、クリック感でございます。いいですね。はい、まあ見た目的にはそんなところですね。まあちょっとじゃあ実際にね、これ車につないでみて、ここの電圧表示がどんな感じなのかとかね、ちょっと見てみましょうか。さあ、ではつないでみましょう。このなんていうのかな、この L 字型にこう配線が出るような、そういう構造ですね。さあ、では挿入。だから車によっては、例えば今これカバーがね、これキューブなんですけど、カバーがついている場合だと、こうちょっと真下に入れるのが厳しい場合がありますね。そういう場合ちょっとこう斜めにして入れてあげるしかないですかね。さあ、入りました。ではキーをオンにしてみましょう。こんにちは、出たー。
12.5V。 車のバッテリーっていうのはだいたい 12.56V なんですけど、ちゃんとね電圧が表示されますね。でこれエンジンかけるとね、はい、オルタネーターが回るんで 14.5V。 これ充電の電圧です。車ってバッテリーの電圧は 12V なんですけど、発電の電圧はまあ 14V で 2V 高いんですよっていう確認もできちゃいますね。だから例えば、エンジンかけない状態で 12.、ね、まあ、12V 切るっていうのはもうよっぽどダメなバッテリーなんですけど、まあ、12.1 しかない、12.2 しかないっていったバッテリーがどのぐらい残ってるか、バッテリーの電圧がどのぐらいかっていうチェックもできるんですよね。だその辺がやっぱこういう電圧表示って便利ですよね。はい。で、このねシガー挿すところ全部電気がついてますけど、ここでオフることができる。なので例えば車用の空気清浄機だったりとか、今使わなくていいやっていう時はいちいちここ線抜かなくてもここでオンオフができるっていうのが便利ですよね。で例えばこういうのを挿して、はい、こんな感じです。で両面テープ付属してきてるんで、例えばこういうとことかにねこう貼っといたり、もしくは配線を内装の中通しちゃってこうグローブボックスの中にねこう貼っといたりすると見えなくていいかもしれないですね。さあ2つ目の商品はこちらでございます。自撮り棒ですよ。 Bluetooth 自撮り棒来たかって感じですね。ぶっちゃけこのスマホの自撮り棒ってまあピンキリというか、まあ、ほとんどが海外製の安いね、なんかこう使ってるうちにこう自撮り棒ビーッと伸ばしてスマホをくっつけるとこうねグリグリグリって回っちゃったりとかね、すぐダメになっちゃうのが多かったんですけど、ちゃんとした家電メーカーのやつどんな感じなのか気になりますよね。早速じゃあこれも中身見てみようと思います。さあ Bluetooth の自撮り棒興味津々ですよ。前にね、自分も何回か失敗したことがあるんでね、自撮り棒がすぐダメになっちゃったっていうパターンがあって動画にも出してないのがあるんですけど、これはどうかな。こんにちは。はい、まあ説明書はねさっきのシガーのと同じような感じでちゃんと付属してます。でこれが本体。なんだこれ、なんだこれ。まずここのグリップの質感、これシリコンですね。シリコンすげえ気持ちいい。なんかつるっというかぬるっというかね、しっとりした感じでねすごい気持ちいいです。そしてこうやって見ると分かるんですけど、折りたたまれてるんですね。折りたたまれてる。ここに、まあ、蝶ネジがついてるんで、これをこう緩めてあげると、うわーい、パコーンきた。まあ、ちょっと一回蝶ネジ締めて、はい。で、ここがね冷たいからこれアルミなのかな。でここに、シャッターボタンがついてます。そして裏を見ると、USB のね充電の穴がついてますね。はい、そんな感じなんですけども、でここね、このスマホを挟むところ、ここねバネ入ってます。強力。じゃあちょっと iPhone つけてみましょうか。いいよ、おいおい、強力です。ガタつき一切なし、素晴らしいんじゃないですか。でまあここのね角度を自由自在にまあこう変えられるわけなんですけど、すごい頑丈。さあ自撮り棒なんでこっから伸びるわけですよ。まあ引っ張れば伸びます。ビュンビュン。はい、こんな感じで伸びます。こんな感じ結構長い。そして自撮り棒のね個人的に思う一番重要なのってこの伸びる部分なんですよ。ここの強度とこのねじれ耐性、要するにさっきもちらっと言ったんですけど、これ使ってるうちにこのスマホの重みでねこう持っててもこれがグリンってこうなっちゃうのが多いんですよね。で、このフィリップスのこの伸縮部分なんですけど、ちょっと見て分かりますかね、ここなんかへこんでるんですよ。もうここがへこんずっとへこんでるね形になってるんですよ、裏も。だそれによって、回転してしまうのを防いでるわけですね。だから全然ねじれない、全然回っちゃわない、すっごい安定感。じゃあですねちょっと一回縮めまして、
早速ね、Bluetooth ちょっとつないでみようと思うんですけど、シャッターボタンを長押しすると電源が入ると。はい、電源入ると、ちょっと光ってるの分かりますかね。そしたらちょっとスマホの方も、今ね出てきました。 DLK36001。 よし、まあすぐつながります。 Bluetooth 早いっすよね。はい、一瞬でつながりました。では、ちょっとね、早速せっかく自撮り棒なんで動画撮ってみましょうか。カメラ内側にしてとね、こう今向けてます。では、ここのね、ここのボタンで録画スタートしてみましょう。こんにちは。えい、始まりました。さあ、今ね、さっきまでカメラで撮ってたのと同じような感じで撮ってるんですけど、これレンズどこだっけ、ここか。はい、じゃあちょっと伸ばしていきますね。ビン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 、おい来た、おい来た。ちょっとカメラの角度があれですけどね、こんな感じで結構いいですよね。おいおいおい、やっぱ自撮りもこうじゃなきゃな。で、ちょっと今ねこうカメラに映してますけど、まあ、この状態で、この iPhone に触らずにこの自撮り棒のカメラボタンで、はい、できましたね。もう一回、はい、できましたね。いや便利。さあということでね、自撮り棒、まあ今自分に向けて撮ってたわけですね。まさに自撮り状態で撮ってたわけですけど、今時のスマホってこのインカメラも非常に高精細で撮れるようになってるんで、今さっき自分がやったみたいに出先でね、後ろに景色いいとこでこうやってね、こうパノラマ的に撮るのもいいんですけど、これ別に外側カメラで使ってもいいと思うんですよね。で、外側カメラにしてこう高いところから撮る映像とかね、そういう使い方もできるんで、で、長さがね、こんだけの長さありますんで、結構使えるんじゃないかと思います。もう、今まで自分が使ってた自撮り棒でちょっと安めのやつがあるんですけど、それもう使わないですね。このがっしり感はいいわ。これはすげえわ。はい。で、値段もね、これ、一見高そうなんですけど、そうでもないのがまた好感が持てますね。もうこれ自分のメイン機になりそうです。結構ね、自分自撮り棒使うんですよ。はい、ということで、フィリップさんの商品ね2つ紹介したわけなんですけど、やっぱりねノーブランドの商品と違っていい商品作りますよね。特にこの自撮り棒はね、デザインもいいしね、おすすめです。はい、で他にもフィリップスさんね、いろいろ出してますんで、まあ、リンクは貼ってありますんで、 Amazon のリンクからこうね関連商品みたいな感じで飛べると思いますんで、よかったら参考にしてみてください。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。